全日本選手権27日東京体育館男女シングルスは4強が出そろった前回覇者の早田ひな日本生命イコール北九州市出身イコールは赤江夏生連想の挑戦を受ける赤江は2022年の全国高校総体王者で今大会の準々決勝では平野美宇木下グループを破ったジュニアの部との2冠を目指す張本美は 木下アカデミーは横井咲桜、ミキハウスと対戦。張本美は団体のシングルスやダブルスで活躍が期待できる選手を強化本部が決めるパリ五輪の団体戦要員の3枠目入りを目指して、さらなるアピールを狙う。男子シングルスは3連覇を目指す戸上俊介、明大と吉村真春、チーム麻春が顔を合わせ、2度目の全日本王者を狙う張本智和。 友和企画は篠塚宏と愛知広大と戦う。男女シングルスの準決勝と決勝は28日に行われる。27日に決勝が行われた3種目は全て初優勝ペアが生まれた。混合ダブルスは篠塚宏と木原美優木下グループ、文が3対1で谷垣優馬岡田琴奈、共に愛知広大、文を破った。 男子ダブルスは初めて決勝に進んだ小林宏夢、伊藤麗博、共に日大、が3対1で前年王者の張本智和、森園正隆、ボブソン、グミに勝った。女子ダブルスは昨年の世界選手権個人戦の同種目で銅メダルを獲得した木原美優、長崎美優、木下グループ、グミが3対2のフルゲームの末に佐藤瞳、橋本穂香、共にミキハウス、グミを破って頂点に立った。